とうとうここまで来たね、エイリア。君には昔から勝てなかった。君が常にトップだった。いいえ。あなたの方が何もかも上だったわ。私はただ、課題をこなしていただけ。あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。どんなに高い能力があっても、正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差は、そこにあるはずだ。大体、レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも、共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメなんだ。そんなことはお前が一番よくわかっているはずだ。このボロボロの地球を救えるのは誰だ？人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、X 君。X、気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから、僕の実力も正しく評価されなかった。しかし、それだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと思う？ただのガラクタだと思ったよ、初めは。ゼロのかけらだよ。ゼロの DNA を手に入れることができたんだ。聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスもナイトメアウイルスもいとも簡単に作り出すことができた。正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし、上には上がいるもんだね。ここまでたどり着くのだからね。お前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。でも使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを苦しめた。お前の罪を絶対に許さない。望むところ、君を倒さない限り僕の理想国家はありえない。来い、X。